はい、こんにちは、テコのクリソンです。よろしくお願いします。今日はですね、なんと2023年の新卒の最終面接が昨日終わったんですけども、なんとですね、今日ね、合格発表をちょっとしたいんですけど、このですね、若林風和さんですねがですね、なんと今日誕生日なんですね。しかも20歳ので、この子はね、来年ちょっとデコに入っていただきたいなと思っているので、電話でですね、合格ということをプレゼントしたいなと思って、今電話をしてみようと思っております。ちょっとね、どんなリアクションが取れるのか楽しみでございます。じゃあ早速ちょっとね、電話してみます。緊張しますね。この採用する時の電話が実は一番緊張するんですよね。出るといいですけどね、これ。出ないとちょっと困るな。誕生日だしね。ちょっとあれか、友達とかいろいろ込み入ってる感じになるかもしれないですね。それでも出るだろう。スピーカーです。緊張してきた。あ、もしもし。あ、もしもし。はい、デコのクレイでございます。はい、こんばんは、若林風和です。若林風和さん、ありがとうございますお誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。20歳ですね。あ、そうです。はい、昨日最終面接全員終わりまして、あ、はい、若林さん、はい、来年の4月1日からデコで働いていただけますでしょうか。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうですか、今の心境は。よくわかりませんよくわからないですか。なんか信じられない、はい、信じられないですか。はい、あ、よかったです。はい、まあ、ちょっとね、はい、石川から引っ越してくると思うんで、はい、引っ越しも大変かなと思いますけども、はい、はい、また何か分からないことがあれば言っていただければと思うんで、はあ、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございますはい、じゃあそれでは、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。失礼いたします。失礼いたします。はい、かなりね、電話だと違和感のある対応だったなと思うんですけど、まあ喜んでましたかね。泣いてそうな感じもしたんですけど、はい。ということで、来年から入ってくる風和さんですね。よろしくお願いします。写真より実物の方が可愛いと思います。皆さん、可愛がってあげてください。はい、ではね、今日は、新卒の合格発表をちょっとしてみました。それではこのチャンネルがよろしければチャンネル登録、高評価ですね、よろしくお願いします。それでは。